ボートレース平和島東京アフタヌーンレース第14回サントリーカップ準優勝戦は最後のカード第12レースが始まりました。出走メンバーは1号艇吉田一郎、2号艇大沢博夢、3号艇安田雅彦、4号艇田辺秀樹、5号艇落合潤、6号艇丹下保つ、以上の6選手の対戦です。作戦待機行動は定番順で、これからホーム側です。まずはインコース1号艇の吉田一郎、予選道中は力強い走りでオール2連単をキープ。ここは明日の1枠へ向けての陰線です。人気断然。2コースは2号艇の大沢博夢、こちらも船足は上々の様子。センター3コースには3号艇の安田雅彦が向かっていきます。安田はここ平和島4連続優出へ向ける一戦。引いて角1、4コースへは4号艇の田辺秀樹。田辺ここ角線から上位入着を狙いたいところ。5コースは5号艇の落合潤、落合はトーチ初優出を目指します。サイアウト6コース6号艇の丹下保つ、アウト6コースからとはなりますが、トーチは2連続優出中と好相性の水面。定番通り3対3と分かれました。準優勝戦第12レース、風は追い風のコンディション。進入地から1番2番3番4番5番6番でスタートしました。4コース角から4号艇田辺が好スタートを放っています。さあ1周1マークへ向かっては、インコースから1号艇の吉田が1マークを先制していきます。内を狙っていったのが6号艇の丹下、あるいは5号艇の落合、向こう上面立ち上がりましたが、陰線から1号艇吉田優勢、内側から6号艇丹下、さあ上がってくるかバックの中間地点。しかしここは1号艇の吉田が1停進から2停進かわして1周目2マークの旋回、スタートは前提正常でした。2マークは1号艇の吉田が先行ターン、2番手は6号艇の丹下が追っていきます。1番6番とホームスレッジへ帰って直線コースへ向いて、レースはこれから2周目に向かいます。3番手は外を通って2号艇の大沢が優勢に運んで目下の体勢、1番6番2番。しかし3、4番手は僅差で内側から5号艇の落合が追い上げていきます。レースは2周目の第1ターンマーク、先頭1号艇吉田、2番手は6号艇の丹下、3番手は2号艇の大沢とバックスレッジへ入りました。先頭から1番、6番、2番の体型です。3番手、4番手ここは低間隔少し離れまして、後方は5番の落合、3番の安田、最後方は4番の田辺が追走しています。2周目2番から直線コース、先頭は独走に入っています。1号艇吉田一郎、2番手も6号艇の丹下保が大きく先行して、3番手は2号艇の大沢がキープしています。上位体制1番、6番、2番、確定の定間大きく開いてきました。レースは最終周回へ前提が入っていきます。最後のバックスレッジ、先頭は1号艇の吉田一郎、2番手は6号艇の丹下保つ、3番手は2号艇の大沢博夢。上位体制1番、6番、2番、どうやらがっちり固まりまして、残り半周から最終コーナーへと移っていきます。ここは明日のファイナル1枠が見えてきました。1号艇の吉田一郎、最後のターンマーク立ち上がっていきます。2番手6号艇の丹下が追走、3番手は2号艇の大沢で、上位は1番、6番、2番。準優勝戦第12レース、先頭1番吉田五輪、2着は6番の丹下五輪、3着は2番の大沢、後方は5番の落合、3番安田、4番田辺五輪です。